キジの鳴き声、ほろ落ち、熱烈な求愛、野生の猫などを見ていきます。国の鳥、国鳥、キジのオスです。あ、この人泣きそうかも。5月上旬の農地やその近くの空き地を見ていきます。実はメスキジは少し冷めているようです。オスキジはメスに対して求愛アピールを始めました。メスの前で尾羽を広げて何をするのでしょうか。はじめ尾を広げて、さらに広げようと力を込めてますね。そして仰ぐ仰ぐ、おいでおいでしてるみたいです。なんだか邪魔って言われてるみたいです。人に餌をもらわず民家から離れて生きる猫もいます。野生化した猫も山猫の一種と思い込んでみると面白みがある気がします。ぴょーんと逃げられてしまいました。グッドラック。これは体格が良く毛並みも良いですね。うん、立派なオスキジですね。上手に鳴きました。たまにずっこけそうなオスキジさんもいますからね。